清水建設株式会社は、東京都中央区京橋に本社を置く大手総合建設会社。日経平均株価の構成銘柄の一つ。同社のコーポレートメッセージは、子供たちに誇れる仕事を。ToDay's Work, Tomorrow's Heritage である。スーパーゼネコン5社の一角である。民間の建築工事に強みがある。受注活動では、 大手他社と異なり再三度外視の大型工事を避け、中小の物件の受注にも積極的である。得意分野は、建築では、医療機関、土木では、LNG タンクの施向であると言われている。さらに、歴史的な経緯から、伝統的な神社建築、寺院建築にも豊富な実績を有している。2019年5月10日には、宮内庁で行われた、 大城祭のための大城宮の建設の一般競争入札で予定価格の6割の価格で落札し受注に至る。旧大区の安全を願う神事に由来する伝統的な建築儀式である長男始めを仕事始めの1月4日に本社で取り行っている。建設業で長男始めを受け継いでいるのは清水建設と混合組だけである。 創業家である清水家の現在の当主は、七代目、清水はじめ賞で、清水寺所社長、清水建設取締役を務めている。六代目当主の清水万賞は2020年現在は、清水寺所会長である。三勤会の会員企業であり、第一関銀グループに属している。渋沢栄一の教えである。 道徳と経済の合一を胸とする論語とソロ版をシャゼとしている。経営理念は2019年に見直され、真摯な姿勢と耐えざる革新思考により、社会の期待を超える価値を創造し、持続可能な未来づくりに貢献するである。2019年までは以下の経営理念であった。歴史的にも数多くの名建築を手がけている。 例えば国立屋内総合競技場など迷挙に暇がない。詳しくは清水建設の歴史を参照のこと。以下は一例である。清水建設総合開発が開発した住宅地は以下の通りリニア中央新幹線の建設工事の入札において不正が行われたとして工事を請け負っているゼネコニオン4社の一つである同社が2017年12月に 東京地方検察庁から、偽計業務妨害容疑で捜索を受けていたことが、明らかになり、1月22日までに談合を認めた。なお他の三社は、大林組が談合を認め、鹿島建設と大成建設は否定し続けた。その結果として、法人としての清水は起訴されたが、鹿島と大成の幹部は逮捕、起訴されたのに対し、大林、清水の幹部は、 基礎となった。10月22日、東京地方裁判所は独占禁止法違反罪で、大林仕組に、罰金2億円、清水建設に、同1億8000万円を言い渡した。2019年1月18日、大林仕組と、清水建設は、有罪判決が出たことを踏まえ、国土交通省関東地方整備局から2月2日から6月11日の1 2 0日間、 営業停止処分を受けたとそれぞれ発表した。対象は全国の新たな民間の土木工事となる。建設関連事業開発、不動産関連事業サービス関連事業日本テレビ放送網の本社演奏所、日本テレビタワーや大林組幹事の JV で参加した日本テレビ放送網工事待ち分室などの施行を受けたまわった関係で、 日本テレビ系列での提供が多い。ありがとうございます。